チャールズ・オークリーは、オハイオ州クリーブランド出身のバスケットボール選手。NBA で1985年から2004年まで19、シーズンプレイした。身長206センチメートル。ポジションは、パワーフォワード。バージニア・ユニオン大学出身。愛称は、オーク。1985年の NBA ドラフト全体9位で、地元のクリーブランド・キャバリアーズに指名されるも早々に。 交渉権がシカゴブルズへトレードされる。マイケル・ジョーダンのいたブルズではルーキーイヤーから守備、リバウンドでチームに大きく貢献。85から86年シーズンはオールルーキーチーム選出、86から87、87から88シーズンではリバウンドを獲得総数でリーグトップと活躍した。百八十八年ブルズはドラフトで スコッティ・ピッペンとパワーフォワードのホーレスグラントを獲得。さらに、カッコとしたセンターが必要と感じたフロントの移行により、7フィートのビッグマンビル・カートライトとのトレードでニューヨーク・ニックスに移籍した。もっとも当時の GM ジェリー・クラウスは、オークリーを手放したくはなかったらしく、トレード成立後の記者会見では、涙ながらに会見に挑んだという。以降ニックスで10シーズンを過ごすこととなる。 ニックスではパトリック・ユーイングと共同キャプテンを務め、プレーでもインサイドでユーイングの負担を減らした。そのハードワークはニューヨークのファンの心をつかみ、オークリーはニックスのハートソウルと言われるようになる。また、チームメイトの信頼も厚く、ユーイングは彼がチームを出たら自分もニューヨークを去ると公言していたほどである。バッドボーイズにとも呼ばれ、 恐れられていた90年代のニックスのようとして、プレーオフで黄金期のプルズを苦しめ、1994年には NBA ファイナルにも進出している。1998年、ニックスのチームの若返りが図られてオークリーは1998年の NBA ドラフトが開催された日に、トロントラプターズへマーカス・キャンビーとのトレードで移籍した。加えて、 ラトレル・スプリーウェルとジョン・スタークスの交換トレードも行われたため、ニューヨークでは大きな論争となった。実際当時のヘッドコーチだったジェフ・バンガンディは人望が厚く、地元ニューヨークの人気者だったオークリーの放出に最後まで反対していたという。当のオークリーはビンス・スカーター、トレイシー・マグレディという若きスター選手がいるラプターズで頼れるベテランとして貢献。 その後は、ブルズ、ジョーダンのいる、ワシントン・ウィザーズ、ユーイングが、アシスタントコーチを務めていた、ヒューストン・ロケッツと渡り歩き、2003から04、シーズンを最後に引退した。現役引退後、シャーロット・ボブ・キャッツのアシスタントコーチを務めていたが、2010年、ラスベガスで暴行を受けた、サイの背中の怪我を理由として、2010から11、シーズンを最後に退団することを表明した。 ありがとうございます。